オーランド・カリクステは、ドミニカ共和国サント・ドミンゴ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。現在は FA。2010年8月28日に、カンザスシティ・ロイヤルズと契約。参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグロイヤルズで、プロデビュー。20試合に出場して打率。227.12打点。3盗塁の成績を残した。2011年は、A 級。 ケーンカウンティクーガーズでプレーし、81試合に出場して打率、208.3本類三31打点、11、盗塁の成績を残した。2012年はまず、A 級、ケーンカウンティでプレーし、62試合に出場して打率、241.10本類三34打点、に盗塁の成績を残した。6月に、 AQ ウィルミントンブルーロックスへ昇格。AQ ウィルミントンでは63試合に出場して打率。281.4本塁打、28打点、8盗塁の成績を残した。2013年は AQ ノースウエストアーカンソーナチュラルズでプレーし、123試合に出場して打率。250.8本塁打、36打点、14。 投類の成績を残した。2014年も AA 級ノースウエストアー感想でプレーし96試合に出場して打率241、11本類打37打点9投類の成績を残した。オフの11月20日にロイヤルズとメジャー契約を結び40人枠入りした。2015年はトリプル A 級オマハストームチェイサーズで開幕を迎えた。 4月19日にメジャー初昇格を果たし、同日のオークランドアスレチックス戦でメジャーデビュー。25日にトリプル A 級オマハイ降格した。この年は2試合に出場して3回打席に立ったが、メジャー初安打は放てなかった。守備面では1試合で遊撃手の守りについた。12月2日にノンテンダー FA となったが、8日にマイナー契約で再契約した。 2016年は A 級のスウエストアーカンソーとトリプル A 級オマハでプレイし2球団合計で126試合に出場して打率274.11本類が43打点19盗塁の成績を残した11月7日に FA となった2016年11月11日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び 18日にメジャー契約を結んだ。2017年は参カのトリプル A 級サクラメントリバーキャッツで迎え、5月30日にメジャー昇格した。同日のワシントンナショナルズ戦にて、1番左翼手で先発出場すると、1回裏にジオ・ゴンザレスからメジャー初安打となる二塁打を放つなど、この試合は5打数に安打2打点と活躍した。 この年メジャーでは29試合に出場して打率143.6打点1盗塁の成績を残したオフの11月27日に40人枠を外れる形でトリプル A 級サクラメントへ配属された2018年11月19日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結んだ2019年シーズン後 FA となったありがとうございます